大企業でタックス平凡を使わないのはバカだという考えもあるようですがひろゆきさんはそのどういうじゃあ節税スキームを使うのかっていうポリシーによるんじゃないですかね。例えばあの経営者とかが取引先が潰れた時にかける保険みたいなやつって取引先が潰れた時に,た、まあ、た時にそのお金取れるっていうのもあるんですけど経費で落ちるの例えば取引先が潰れた保険っていうのを毎年毎年100万円かけてますと。でそのどこも取引先潰れなかった場合10年後 に1000万円戻ってくるんですよまああのざっくり言うとで 経費で100万円払うっていうのをやると、例えばじゃあ、黒字100万円ですって、じゃあ今期、今年、黒字100万円です。す。そうすると、まあ、あの、法人税で半分も取かれるんですよ、50万円。でも、その100万円を丸々その倒産保険に入れておくと、100万円経費なので、今年はプラマイゼロなので、税金ゼロになるんですよ。まあ、あの、法人住民税で東京都だと前円とか微分にありますけど、置いといて。っていう感じで、100万円の利益を保険に入れることで、税金払うって済みますと。で、それ10年間やって、10年後に、 なんかめちゃくちゃ赤字になって1,000万円大損こきましたっていう時普通にじゃあ税金を10年間払ってると手元に残ってるのって50万円 ×10 の500万円しかないので1,000万円の損失に対して500万円足りないんですよ。でも倒産保険に入れとくとそれ引き出せるので1,000万円引き出してプラマイゼロに持っていけるんですよ。なので税金払わないで10年後とかに損した時にそこでカバーできるっていうのがあるんですけどっていう感じの倒産保険みたいなのはまあ多分税理士さんとかいれば あの紹介されると思うんですけどでそれもある種の,その税制節税だったりとかってなるんですけどその節税をするのかどうかで要はあの節税をするべきではないずっとお金払うべきだっていう人だと10年後に500万円足りなくて会社潰れちゃうんですよ。で会社潰れちゃうとじゃあその従業員が路頭に迷うとか転職大変だよねとか、まあ、自分自身も会社潰れたからどうするの大変みたいになるんですけどそこでじゃあ節税をしとくと会社潰れなくて済みましたと。でまた従業員もも普通に働けるし会社もそのままその 存続できる取り先に迷惑かけないし問題ないよねっていう考え方もありますとあとね、えー、とタックスヘイブンを使う時のやつでドワンゴが使ってたスキームがあるんですけど、まあ、正確に言うとあのドワンゴが台湾だか香港だかの会社にそのソフトウェアを買おうとする時に。 で、そこの会社が、その、ライセンスをするときに、タックスヘイブンに会社を作って、ジョイントベンチャーっていう形でライセンスをするみたいな話だったのね、確か。 ちょっとあの、記憶曖昧なんで忘れちゃったんで、詳しくは夏尾さんのツイッターを調べたのが分かると思うんですけど、要はその、香港かなんかの会社で、で、その、ジョイントベンチャーにして、まあ、例えばソフトウェアって、毎年毎年使った分の使用量っていうのが売り上げとして入っちゃうんですけど、ジョイントベンチャーの形にして、そこに利益が落ちるようにして、経費を使うとなんか、その、香港的には売り上げが、に対して税金がかんないみたいなのがあるしくて、なので、その、タックスヘイブンになんか、 あの、ジョイントベンチャーを作って、そこに振り込めって言われたので、振り込んでたみたいなのがあって、で、パナマ文書かなんかの時にバレたんですよね。あの、ドアン語がなんか。 そのパナマ文書になんか出てきたぞみたいな。それで夏野さんが説明してたっていうのがあるんですけど。で、あとその、えっ、ー、と、映画とかで使われる、あの、なんだっけ、映画とかで作る、なんか、制作の、なんとか法人ってなんていうんだっけ、名前忘れちゃった。えっ、ー、と、その、なんか、えー、組合みたいなやつがあで、あれって、例えば、えっ、ー、と、映画をじゃあ10億円で作りました、と。で、10億円で作ったとして、で、じゃあその10社が集まって1億円ずつ払って作りますと。 で、あの、10億円の損失がまずあるわけじゃないですか。作るのに10億円借りましたと。で、あ、制作委員会、それです。はい、すみません。<laughs> で、あの、10億円払いましたと。で、作りましたと。で、売上が10億円でした。っていう場合に、映画って売上に対して全部が経費にならないんですよ。要はその、10億円ってまず現金が映画というものに変換しました。なので、その映画という権利をその制作委員会は持ってるんですよ。 なので、その、じゃあ、10億円で作って、その年10億円の売り上げがありましたって言ったとしても、映画っていうものと、プラス10億円なんだから、実際じゃあ、この10億円に対して税金かけますね。半分なんで5億円税金持ってきますっていうのが、まあ、日本の法律なんですよ。で、そうすると、10億円払って映画作ったんだけど、結局その税金で5億円持ってかれちゃったんで、あの、 結局その半分戻ってきてないと。10億円投資したのに5億円しか持ってきてないと。で、その映画としては手元にあるんだけど、これ別にもうそんな売れないと。いや、あの、初速だけで10億円行ったんだけど、その後誰も見ないよねみたいな映画あるじゃないですか。そのなんかアイドルがやってるような映画とか。っていう感じのやつだと、もうせっかく10億円払っても損だから、もう映画作らなくなっちゃうんですよね。っていうのがあって、でもそのじゃあ制作委員会を今度はじゃあタックスヘイブンに作りますっていう場合は、タックスヘイブンにまず10億円入れて、タックスヘイブンの会社がじゃあ映画を作りますと。で 売上は全部タックスヘイブンに入れるのでタックスヘイブンで10億円10億円ポンポンってなるんですよ。っていうのでいくとじゃあその10億円がそのまま埋まるのでまあ得はしなかったけどじゃあもう一回映画に投資しようかっていうはその1億円払って1億円戻ってきたからもう一回じゃあ映画2億円出せるよねみたいなことにもなるので,なのでタックスヘイブンがあった方がその映画みたいなものっていうのは作られやすいっていうのもありますと。なのでなんかタックスヘイブンっていうと一概によくないみたいな考え方の人もいるんですけどタックスヘイブンのおかげで世の中 うまく回ってる成分のおかげというか税制があまりよろしくないのでいやそのいろんなビジネスの形態に合わせて税制が作られてるわけではないのでその税制によってはあんまり日本の法律を使わない方がいいよねっていう形態もあると。パーター脱いだらそうっすね熱いんでってますかねはい。 ガーファやマイクロソフトは世界各国の規制によって衰退しますか？新勢力ができて追い越すと思いますか？規制によって多少減るとは思いますけど、新勢力ができたとしても同じ規制を食らうので結局彼らに勝つのは難しいと思います。う、え、ん、っと例えば今皆さんが見てらっしゃる YouTube なんですけど本社がどこだかご存知ですか？要はその登録をする時とかなんか規約に OK ボタンを押したりとかじゃあその何か揉めた時にどの 国で裁判をするるかっていううののになると思うんですけどあの令和元年さ正解。YouTube って、本社は、えっ、ー、とね、契約上の本社はアイルランドなんですよ。要は Google がやってて Google のスタッフがアメリカにいるんですけど、その法律上の本社はアイルランドなんですよ。ちなみに、アップルも法律上の本社はアイルランドです。<laughs> あの、アメリカだと思われがちなんですけど、その、すべての金収益というのが、アイルランドの本社に行くようにして、で、アイルランドって法人税が安いので、で、アイルランドで納税して、で、その税金が安い分だけ会社にお金が貯まるので、そのお金をそのアメリカで分配しているっていう配当としてね。っていうのであるので、アイルランドなんですよ。なので、YouTube も Apple もアイルランドの会社なんですよ。<laughs> で、知らないでしょ。まあ、興味ないと思うんだけど、まあ、タックスヘイブンって。で、まあ、税金が安いからなんだけど、法人 がっていう感じでそのじゃあ世界が規制をどうしようって言ってもじゃあ アメリカはじゃあ法人税上げました。日本も法人税上げました。じゃあ俺アイルランド行くわとか、じゃあ俺そのフィリピン行くわとか、割とその世界中どこでも税金の安い国に行けちゃうんですよ。だってオンラインのサービスじゃん、これ。<laughs> お店がさ、日本にあって、日本で野菜売ってますっていう人がさ、アイルランドに行ってもいやいやいやってなるけど、オンライン上のサービスって、要はどこを本社にしても、ここがうちの本社なんですって言ったら、それ否定するの難しいのよ。ちなみにね、 あのねオーナーはね確かね、npo なんだよねえっとねオランダかなんかに会社があって で,でオランダの会社のオーナー自体は IKEA ってもともとあれスウェーデンだっけスウェーデンの NPO かなんかがオーナーになってるんですよでなんかね NPO が持っている法人はオランダだとなんか税率が低いみたいなのがあってでさらに NPO だとまた税率が低いみたいなのがあってで世界中でまあ大儲けしているっていう話なんですよっていうのであのなんだろうねその法人税を上げればいいじゃんみたいな話って世の中で結構あるんだけどそのなんか 金持ちばっかりが得してけしからん法人税上げればいいじゃんって言っても書類上の国が日本じゃなくなっちゃうっていうのをやるだけなんですよね例えば LINE とかってあの上場はニューヨークで上場しててで本社は元々、まあ、本社というか株主は NHT で韓国の会社で、で日本の会社で日本でやってる感出してるんですけど日本で確か税金そんな払ってないみたいなニュースを見ましたはい <laughs> なので、そういうことができちゃうので、法人税っていうのを上げたとしても、本当に税金取れるのかっていうと、そういうもんでもなかったりするので。はい。これ何の話したんだっけ